あー暑いな、暑いですけれど、今日本当気温暑いです。今から優勝戦出場選手にインタビュー行ってきます。これから潔く来る人は熱中症に気をつけて、ご来場お待ちしております。よろしくお願いします。はい、1号車中野選手です。はい、中野さん優勝選手おめでとうございます。 ありがとうございます。今節、不安定走路から2位ピンピン結構いいと思うんですけれど。最高です。最高ですか。エンジンはこれは今節何か手を加えてる感じですかね。まあキャブを少し扱って、はい、一応今日は昨日終わってからリングやりました。リング、はい、じゃあこれが優勝戦に向けてリング扱ってると。そうですね。はい、今日優勝戦に向けて考えてるタイヤどうでしょう。昨日のも良かったんですけど、はい、前節のって、はい、自分の中でそれが一番いいのがあるんで、それを使うつもりです。一番いい方法で、はい、分かりました。さあ、ここゼロ戦短期ホールポジションです。近況、スタート切れどうでしょうかね。スタートはタイミングがあんま良くないんですけど、はい、エンジンいいから伸びがいいんで結構伸びてる感じで、はい、食われる感じはないです。ないです、はい、分かりました。そうしました。優勝戦です。意気込みの方カメラに向かってどうぞ。そうですね、まあとにかく優勝を目指して頑張りたいので、ちょっとまあ本庄来て、暑いけど本庄来ていただいて熱中症ならないように、来て応援してください。頑張ります。はい、2号車は伊藤翔馬選手です。はい、イケメン翔馬優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、今回と走路不安定だったんですけれど、はい、3日間してエンジンの感じどうでしょう。感じはいいですね。いい、はい。これ何か部品か何か扱った感じと、初日レース後にカムとピストン交換ですね。はい、これでちょっと上向いてきてる感じですね。はい、さあ、これからね優勝戦なんですけれど、今日ちょっと気温暑いんだけど、優勝戦に向けてどこか扱うところあったら教えてください。はい、特に考えてないですね。結構調整で結構いいとこ来てる感じね。はい、はい、さあ、考えてるタイヤどうでしょう。タイヤはそうですね、今節使いたかった晴れタイヤが、うん、まあ天候が安定しなかった部分だったから使えなかったんで、うん、まあそれを今日は使いたいなとも考えてはいますけど、ね、ちょっと挟れんで、そうですね、当てて考え、はい、もっといいものがあればそっちで行く感じね。はいはい、さあ、ここ10戦内枠です。スタート切れどうでしょう。スタートの切れ、昨日ぐらい切れればいいんですけど、うん、ちょっとムラ傾向なんで。ちょっとムラか。はい、ここはでもまず自分が行ってね、自分が主導権掴みたいよね。そうですね、枠内で切って早めに、はい、先頭立てればいいとこあるんじゃないかなとは自分では思ってますけど。結構後ろのね、メンツ揃ってっからね。そうですね。ね、まあもう抜かれたらしょうがないですよ、ね。ああ、まあそこは翔馬のスピードを持って。そうですね、いいです、はい、見せてください。はい、はい、優勝します。はい、じゃあそのまんま意気込みの方カメラに向かってもう一回どうぞ。メンツは強いんですけど、一発はあると思うのでぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、3号車は岩田博臣選手です。はい、ヒロ優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。ヒーローは伊勢崎新走路初だよね。そうですね、初めてです。はい、今回3日間走って伊勢崎新走路の感じどうでしょう。はい、ものすごくいい走路だと思います。さあ、3日間走りました。はい、エンジン感じどうですか。感じはいいですね。いい、はい、これ何か手加えた感じ。山陽からちょこっとちょこっと、はい、前節の山陽を走った時よりちょこっとやったんですけど、うん、やっぱ山陽の時よりも全然こっちの方がいい、はい、感触がいいですね。なるほどね。はい、今日これから優勝戦に向けて扱うところあったら教えてください。初日のセッティングと、はい、昨日のセッティングをかけ比べて、うん、多分初日の方向でいくと思うんですけど。初日ベースでね、はい、まだ晴れをちゃんと走ってないんで。そうだよ、今節はね変な冷やかしの雨だったりね、もう伊勢崎の洗礼を受けてます。そうだよね、はい、さあ、優勝戦考えてタイヤどうでしょう。多分初日のタイヤで初日のやつね、はい、いくと思います。はい、ここ10戦外枠です。スタート切れどうでしょう。は、切れてないです。切れてない、はい、村というか、はい、村なんかいろいろ試したら、うん、はい、いまいちになってきました。ちょっと試しちゃってちょっと迷子になってきちゃった感じ。はいはいはい、練習ではたまに切れるんですけど、うん、本番は出ないですね、あんまり。はい、じゃあ今日はその練習で切れるスタートをね、行きたいとこだよね。あと、まあ今節はちょっと
しそう、あ、位置ついたらちょっと雨がぱらついたりして、うん、ちょっと絡まりビビったりして、なるほどね、はい、ちょっとメンタルがやられちゃってんだ。そうですね後ろに迷惑かけないようにちょっと考えてわかりました。はい、はい、そうしましたら優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、最後まで一生懸命諦めず走って掲示板目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、4号車は岩田選手です。はい、岩田さん優勝選手をおめでとうございます。ありがとうございます。今回不安定走路、結構攻略できてると思うんですけれど、今回走ってエンジンの感じどうですかね。まあたまたま雨走路じゃなかったっていうだけで恵まれてたみたいな。まあだからまあタイヤももう晴れ仕様で行ったから、はい、まあまあ良かったです。あ、わかりました。はい、これから優勝戦に向けてはどこか扱う予定あったら教えてください。そうですね、ちょっとガソリンの調整ぐらいで、はい、なんとか行きたいですね。行きたい感じで、はい、考えてるタイヤあったら教えてください。昨日のタイヤが良かったんで、はいはい、そのまま行きます。昨日ので、はい、さあ、20戦再打ちとなりました。近況、スタートのキレどうでしょう。はい、今回クラッチ周りちょっと変えて、はい、なんかキレが結構いい感じ、なんかフィーリングがいい感じ、ね、いい感じですか。はい、じゃあここはぜひ枠なり行って自分が先攻め展開作る形、もちろんそのパターンで行きたいですよね。わかりました。はい、そうしましたら優勝戦です。はい、意気込みカメラの方お願いします。はい、全力一走頑張ります。5号車松本選手です。はい、ヤシ優勝選手をおめでとうございます。ナイス、ナイス、さすが元四天王の走りですよね。バッチリ決まりましたね。ありがとうございます。さあ、今回今節からねエンジン新車乗ってますけれど、はい、3日間走ってこのエンジンの感じどうでしょう。まあ、結果出てるんで、うん、はい、いい方には来てるかな。まあ、そうですね、乗り換わってよかったです。乗り換わって、はい、これでエンジン乗り換わってから今日優勝戦に向けてどこか扱う予定どうでしょう。とりあえずキャブを変えてみたんですけど、うん、はいはいはい、まあ、これから合わせてみるとちょっと練習と時間かけて、はいはい、ちょっとね音を聞きながらね、はいはい、優勝戦考えてるタイヤどうでしょう。昨日のでいきます。昨日の、はい、昨日のの感じが良かったと、はい、さあ、20戦うちから2番目近況スタート切れどうでしょう。今節いいですね、乗り換わってからもう手前からぐーっと勝手に行ってくれる感じがするんで、エンジンが運んでってくれる感じだと思うんですよね。もうここのところずっと何やってもスタート切れなかったんで、うんうん、乗り換わったら急に行ってくれるような行ってる感じで、はいはい、じゃあここはぜひね自分がトップスタートからまずは展開作りたいよね。そうですね、頑張りたいです ね結構いいメンバー揃ってっからね。そうですね、いやそうですね、あれはそうだね、はい、まずは自分が展開作ってください。頑張ります。はい、そうしましたら優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。地元は知るくらいですかね、優勝戦乗ったのは。ぜひ頑張って、グランプリに向けても弾みつけたいと思います。応援してください、お願いします。はい、6号車です。6号車早川選手です。はい、せいちゃんお誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。あ、そこから来たっすね。そこからすいません。ありがとうございます。それと優勝戦も、ね、はいはい、しっかり来ました。はい、今節、3日間走って晴れ雨不安定と走りましたけれどエンジン何か手を加えたんですか。まあ、前傾に、はい、ヘッドをあったら新品に変えて、新品に変えてですけど、はい、まあ、いろいろ調整したかったんですけど、はい、天候は不安定すぎて、そうだよね、はい、なかなか進んでるかどうかちょっと分かんないです。まだこれだっていうところまでは来てないと、はい、まあ、時間帯でこれからちょっとね優勝戦までちょっと調整していく感じで、はい、さあ、優勝戦考えてるタイヤどうですか。一応あるんですけどちょっと低めなんで、まあ、なるべくちょっといい状態を探したいですね。はい、なるほど、これからね、はい、また考えて。さあ、近況スタート切れどうでしょう。これ20戦真ん中結構位置がいいんです。まあ、位置的にはいい、かなりいいんですけど、はい、ね、ヤッシーのスタートに乗っていけばかなり V が、そうですね、まあスタートでもやっぱり最低でも枠なりは行きたいよね。で、はい、先攻めて攻めていけないと厳しい感じもするんで、そうか、はい、じゃあスタートから集中していく感じで、はい、はい、わかりました。優勝戦です。バースデー V に向けてメッセージどうぞ。はい、不安定走路の中優勝戦乗ることできました。今日も精一杯頑張りたいと思います。あと石狩の T シャツできました。
これ宣伝、宣伝していいですか。あ、いいよ。あ、それ俺にも、はい、俺にもくれるんでしょ。なので、はい、ありがとうございます。なので、あの興味ある方はぜひお願いします。はい、7号車高橋選手です。はい、見てください、優勝戦出場。おめでとうございます。ありがとうございます。今節は、ちょっとお天気いろいろ不安定なところもありましたけれど、はい、3日間走ってエンジン感じどうですかね。いいと思いますね。あの、まあ、今回クランク変えたんですけど、はい、まあ、初日もう少しかなと思ったんですけど、まあ、2日目の試走の感じなどは、はい、いいですよね。 3.27、まあ、レースはちょっと雨で、はい、あの合わなかったんですけど、はい、まあいい方には来てる、来てる感じです。今日はこれから優勝戦に向けてはどこか扱う予定ありますか。あの、まあ、2日目の試走の感じを、はい、まあ、その後晴れが走れていない、はいはい、まあ、そこベースで、まあ、ほぼ、いじらないと思います。わかりました。優勝戦考えてるタイヤどうですかね。タイヤもそうですね、昨日乗ったアメタイヤを、下ろすか、はい、まあ、もう1本ぐらいちょっと、そうですね、もう1回考えて。わかりました。近況、スタート切れどうでしょう。まあ昨日良かったですね。エンジンが良くなれば持って行ってくれるんで、はい、結構かましが効くんではないかなと思いますけど。わかりました。そうしましたら優勝戦です。意気込みの方、カメラの方お願いします。今日も、優勝できるようにするだけ頑張ります。はい、8号車中村選手です。はい、マー君優勝選手でおめでとうございます。ありがとうございます。今回伊勢崎新走路初登場となりました。はい、3日間走って新走路の感触どうでしょう。そうですね、正直なんか天候がなんか、ね、雨が降ったりちょっとパラパラね、はい、してるんで、走路ばっかだったから、ね、一応なんか、雨は免れてるんですけど、うんうん、でもなんか気持ち悪い走路ばっかり走ってるから、なるほどね、なんかちょっと、はい、雨のせいでね、なるほど、はい、今回は、これはエンジン何か手を加えたんですか。いや、もうセッティングだけで、セッティングで折ってる感じで、はい。今日これから優勝戦に向けてどこか扱うところありますか。そうですね、今日またちょっとだいぶ暑くて、ね、暑くてね、また違うもんね、天候違うんで、うん、はい、まあ調整だけですね。調整だけ、はい。考えてるタイヤどうでしょう。タイヤもあのレースしてるもので、うん、はい、その中で一番評判のいいやつ、はい、自分の中で、はいはい、さあ、優勝戦8枠ラスボス的な存在になりましたね。辛い1ですよね。辛いっすか。近況スタート切れどうでしょう。切れは村ですね。村ですか、はい、切れても、まあ、そんな大したことないですよ。大外から一気にかましなんていう展開は、まあ、理想的な展開ですけどね、うん、したいんですけどね、なかなかできないですね。なかなか、はい、いやいやいや、そんなことないですよ。難しいですよ。頑張ってください。はい、はい、そうしました、優勝戦です。優勝の勢いカメラに向かってどうぞ。そうですね、あの、はい、厳しい位置なんですけど、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、前回かな、川口ナイトレースで20年目にして初 V を決めたこの方です。おい、ミッピー。はい、どうもこんにちは。おめでとう。ありがとうございます。やったよ。俺ちょうど家で見てて、先輩のおかげで、いやいや、よかったよ。 ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。そうですね、やっぱり、はい、優勝した時は、はい、もう感極まりました。もう後半に、はい、後半20ぐらいさ、あのちょっとさ、ちょっと硬くなりました。やめろと思って、はい、ね、はい、いや、よかったと思います。ありがとうございます。ね、しかし最近1着めっちゃ多いね。そうですね、なんか、はい、晴れは安定して、まあ、今年の完全1着選手だもん。ずっといいです ね、はい、じゃあもう V2 は近いんじゃないの。いやいやいや、もう1回で。いやいや、そんなこと言わず ね、1個行ったらもう1個行きたいよね。はい、まあ、はい、さあ、そうですね、そうしたらミッピー、これから、はい、オートレースにかける意気込み、ちょっとカメラに向かっていいですか。そうですね、まあとりあえず初優勝できてホッとしてます。これからも、はい、車検に絡めるように、まあ、あのお客さんの期待を裏切らないような選手を目指して頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ミッピーでした。